寝室にやってきましたけれども、はい、この寝室では、はい、なんだか好きなことをして、うん、好きなように撮影をしていただけるということで、そうです。よし、じゃあまずはスリッパを脱ぐんだ。スリッパを脱ぐ、脱ぐんだ。下、かわいかわいよーい、せーの。あーあー、首やったかもしれない。ちょっと待って、やりすぎ。ちょっとこのダイブやったことなくて、レイナ慣れなさすぎでしょ。ほんとこういう時にいつもいろいろやっちゃうから気をつけて。大丈夫。でも楽しい。楽しいね。ゴロゴロだね。ゴロゴロだね。ゴロゴロ。あーあーあー、ゴロ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 。楽しい、楽しい。写真撮ってもらおうか。そうだね、ちゃんとしたやつ、あの缶バッジとかグッズになりそうなやつを撮ってもらいましょう。あ、そうしよう、そうしよう。はい、何する？ね、じゃあね、どうしよう。二人でなんかこう肘ついて、うん、こういうやつ。あ、いいね、なんかよく見たことあるよ、そういうやつ。缶バッジにしやすいやつね。そうだね、うん、よし、可愛らしくてね。じゃあここかな、こういこうかしら。はいはい、こう、こうして、こうして、こう、うん、見え、うん、私からは見えないけど可愛い。可愛い、可愛いの。恥ずかしいんだよね。どうです？ああ、カンバチ、すっげえカンバチになるよこれ。すごい、あとポストカードにもなるし、レジャーシートにもなる。すごい。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。めっちゃいいじゃないですか。じゃあ次レイナがなんか考えて。うわー、どうしよう。ベッドでできること？まあベッド周りでもいいけど。なんかさ、うん、私じゃなくてめちゃくちゃ寝るじゃん、その上。マジ、そんなことある？いや、考えてる間になんかね、思いつくかなと思って。そうでしょ。でもなんかね、この体重感はめちゃくちゃ心地いい。いけど、やっ、ワンチャージだよ。やだ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 。キャー。マッサージが苦手なことを知っていてそういうことするんだから。早く決めないと。どうしよう、どうしよう、どうしよう。ですね、ですね、ちょっとやめなさい。決めないと空腹ちゃうよ。やめなさい、やめなさい。私ね、うん、もちょごっこしてもらいたくて。もちょごっこ。もちょが写真集出したの知ってる？うん、ただいまおかえりって。そこまで詳しくはなかったんだけど、あのもちょさんが出したのね。もちょのね、写真集を見させてもらったんだけど、うん、めちゃくちゃ良くて、うん、でね、ベッドシーンがあるの、うん、ベッドシーンっていう言い方がちょっとあれですけど、ベッドにいるシーンがあるんだよね。そう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 、うん、その再現をちょっとしてほしいの。やろやろ、できるかな。あの、もちょ単体だから私履けるね。ちょ待って待って、私もちょ、2人でもちょやろうよ。私たちがもちょなんでしょ。そうなの。うん、そうだよ、2人でもちょなの。初めましての人にさ、一人でもちょ振らないで。私だけじゃできないよ。分かった。ね、うん、もちょはね、まずベッドの上で、うん、あぐらをかきますよ。わー、結構ショートパンツには攻めた格好だね。そうだね、あぐらをかきましょう。はい、あぐらをかいて、うん、でね、なんかあめちゃんを加えてたの、うん、ないんですけど。飴ちゃん、え、あるんですか。わかった、さっきのさ、シナモンは、え、もう食べちゃったよ。食べちゃったか、食べちゃったか。あ、じゃあ何かを加えるんだ。指でも加えとく。どうしたのこの人たち。一応取っといてもらう。指加えたバージョン取ってもらおうか、うん。もちょに慣れたかな。慣れ、なんかなんか違くない？違うね、なんか違うよね。もちょじゃないかも。もちょじゃないね、これは。これはもちょちゃんじゃないよ。もちょじゃないね、うん。え、写真はすごくいいんだけど。そうだね、モデルの問題だね。もちょじゃなかった。雨くわよ、雨くわよ。
うんうん多分合ってる大丈夫、うん、やりたいことはやれた、うん、もうちょいには慣れたと思う。慣れてはないこれね、そらちゃんもやってるらしいですからね。そう、トライゼルの仲間に、うん、仲間に入れてもらえたかしらやった、5人組になれるね。うん、ます。よし、じゃあ次の構図いきましょう。いいね、悪いプロデューサーですよ。もっと、もっと決めてください。じゃあれれいいよいいよ、決めちゃう。まだちょっといい人だな、ちょっと人の良さが出ちゃうからな。そうそう、もうちょっとこう、悪い女を、悪い女を演じちゃうんだな。お金持ってるよあなた。だって180万のスイートルームに。かやうるせえ。ごめんやで。ごめんやで。プロデュースとかやは多分違う。違うか。違うか。じゃあちょっと黙っとく。お金持ち。ちょっと金持ちの男の人にすり寄ってきた。若いお姉ちゃんって感じがする。すごいすごいいい足してんな気づいた？気づいたよ、健康的すぎる、うん、いい足してるわよ。これは缶バッジになった時売れるかしら売れるよ売れる？めちゃくちゃいい足してるもん。本当？じゃあいいか。そして挑発的な目で次レイナどうしようか。あ、確認が入りますよ。あーめっちゃいいじゃん。足やば、足健康的だよね、ほんといい足。よし、じゃあやろうやるよ。これ受ける側がやっぱね緊張する。おいでみたいなやつえこうさて座る、うん、座る。こっからこっからお願いします。隣に行くのは俺だってそうそうそう、開けといて、隣開けといて。そういいよいいよ、先に座って待ってる、先に座って待ってるのね、うん、ナチュラルな自然の中にあるお休みが欲しい、うん、お休みが欲しい。じゃあ一連やろうか、うん、一連ってなんだお布団開けて開ける、隣に行って早く来て、そうそうポンポンして、まだもう寝ちゃうよ、プンプン、もうすねた、はい一人で寝る、もう寝ちゃうんだから、オッケーこれ一連さすがプロデューサー。どうかなどうかな、缶バッジになるかな、わかんないけど、どこが缶バッジになるかね一番いいとこ缶バッジにしようねストーリー仕立てなのすごいね。いいよね、さすがですわあー楽しいね。いいね。もうちょっとでも素材欲しいってプロデューサーが言ってたな。言ってた？枕投げしよう。あ、枕投げしよう、うん、それ81個のやりたいことでさ言ってたよね。わあいいね。あ、じゃあ枕投げをするぞって感じの、あー写真よし。いいんじゃない、すごい楽しそう、ね、幅広く使えてるから。あ、すごいすごいめっちゃいいです。これ何枚か行こう、うん、あとソロショットも欲しいかなプロデューサーえいにゃーうん、かわいいね。よし、じゃあレイナから私から行くのか。え、枕投げをしているソロショット、枕投げをしている最中のショットっていうイメージでいこうか。1,2,3で投げますいや、嘘でしょ。3映ってなかった。あ、これでもいいかもいい感じ、楽しそう、すごい素の表情を引き出せた感じはします。おー、いいじゃん、うん、投げてもらうか、投げて、
行くよ、うん、優しくな、ごめんごめん、いきます、これ。まさかですよ。めちゃくちゃ面白いの撮れてるじゃん。いいいい。シークレットにしたいもん、頑張って。あ、それいいかも。よし、じゃあ次の私も行きます。よいしょ。よいしょ、よいしょ。私は立ちます。あ、絶対強いじゃん。あの、異世界ものの転生してきためちゃくちゃチートの強い人って感じ、うん、分からないけどチート異世界にそうな感じで、あーかわいい、いいね、なんか明るくもあり強さも感じる両方、あーかわいいね、はい、いいですよじゃあそんな中で、うん、あの私やっぱ、うん、あの強い人が、うん、こう弱ってる姿結構好きなところあるので、枕投げでやられてて、そうそう、うみたいなみたいなやつ、じゃあガーッてなって、うん、ボッと落ちて、あいいよいいよ、なんか屍の中に転がるみたいな感じするね。屍の中で転がるの？じゃあ囲って囲って。あ、でその目の前の枕を愛しの人だと思って、あ死んじゃうダメっていう感じ。いいよいいよ、もう根性の別れですからね。あー辛い。自分も死にました、はいこれはいいですね、いいのかいどこ使おうって感じ、ほんとに、うん、めちゃくちゃいい、取れ高はね、OK かな、 OK、 よし終わり終わり、ベッド終わりさあ、じゃあ戻ってエンディングかしら、よし、そっか、もう終わりの時間か、エンディングなの、寂しいね、寂しいね、お手寝してやろうか寝よう寝ようか寝ようか、じゃあプロデューサーが起こしに来るまで、はーい、よいしょよいしょよいしょ、広いね、こんな2人で寝ても余るくらいだよ、よいしょ、おやすみなさい、よいしょ、